カナダガルガリーのガーディアンエンジェルスガーディアンエンジェルスはアメリカ合衆国日本カナダイギリスブラジル南アフリカ共和国などの世界14カ国で運営されている犯罪防止 NPO 団体である略称が日本支部である特定非営利活動法人日本ガーディアンエンジェルスの略称は5時活動の主な内容は繁華街でのパトロールイベントサポート 護身術の普及、小学校、中学校を中心にした犯罪予防教育などの防犯活動である。ユニフォームとして赤いベレー帽と夏は白い T シャツ、冬は赤いジャンパーを着用している。活動に従事するメンバーは一部の先住職員を除きボランティアとして参加しているほか、活動にあたっては武器、または武器として使える道具は一切携帯しない。 こととしている。ガーディアンエンジェルスの活動に対する評価は賛否両論が寄せられている。一方では、我レマド理論に基づく犯罪防止活動が犯罪の減少に大きく貢献しているという専門家の研究結果も存在する。他方、犯罪の減少は経済の好転や失業率の改善、法令の改正、若年者の人口比率低下によるものであり、 このような防犯活動とは無関係とする専門家も存在する。1979年犯罪多発地域であったニューヨークのサウスブロンクスでマクドナルドの夜間マネージャーを務めていたコミュニティ活動家の幻想代表カーティススリワとこれに賛同する13人の若者たちにより活動を開始した。デアーツーケアをモットーに当時危険であった。 地下鉄や通りのパトロールを行って様々な犯罪を防止した。また、銃器による犯罪や麻薬を撲滅するための活動を行い、市民から信頼を得るようになった。1995年からはサイバーエンジェルスを通じてオンライン犯罪の防止を教育したり、児童ポルノ等を抑止するため疑わしい運営のサーバやチャットルームをボランティアがパトロールして報告するなどして、 活動をインターネット分野へも拡大した。シンボルマークは団体名の文字の間に翼の入った盾と雲が描かれたものである。翼は天守を意味し、雲は犯罪を、盾は主語を意味する。盾の中央にはフリーメイソンの記号に類似した目のあるピラミッドが表示されているが、これはアメリカ合衆国の1ドル紙幣から引用している。アメリカをはじめ、 カナダやオーストラリア、イギリス、ニュージーランド、南アフリカ、フィリピン、日本、ブラジル等、14カ国以上の国々に活動拠点が展開されている。ガーディアンエンジェルスの世界本部が置かれている。ガーディアンエンジェルス発祥の国でもあり、ニューヨークやボストン、サンフランシスコ、ホノルルなど全米に支部がある。また、創設者のスリワは、全米ネットの朝のラジオ番組、 カーティススリワ賞でパーソナリティを務め人気を博している。1996年2月11日、アジアで初めての支部として東京支部が設立された。設立者は現理事長の小田慶治。1999年4月に日本で第1号の特定非営利活動法人として認証されており、2002年からは国税庁の認定 NPO 法人として 認定されている。2003年 NPO としての理事に栗林久し行が就任、全国規模での防犯活動が展開された。2014年の段階では、札幌、仙台、土浦、埼玉、川口、草加、所沢、千葉、柏、松戸、港、渋谷、豊島、武蔵野、横浜、横須賀、大和関西、岡山、松山、 北九州、福岡、久留米、熊本に各支部が置かれ、総勢約350名のメンバーがボランティアで活動している。現在では上記の各支部の地域において、街頭パトロールや安全教室、青パト事業、公園、防災訓練などの活動が展開されている。その他、全国の小学校や中学校において、安全教室や NEC と連携した。 NEC ネット安全教室を実施している。また日本アムウェイや日本タバコ産業などの企業が活動を支援している。ほか、テレビプロデューサーのデーブ・スペクターが顧問を務めている。小規模な組織が1989年以来ロンドンのチューブシステム及び通りをパトロールしている。ありがとうございます。